皆様大変長らくお待たせいたしました。ただいまより Hello Tomorrow Japan と Jetro によります日系ディープテックスタートアップ向け海外展開イベントディープテックで世界を目指せを開催いたします。本日はお忙しい中ご参加いただき誠にありがとうございます。司会を務めさせていただきます Jetro の加藤と申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。はじめに Jetro イノベーション知的財産部長の 樫本より開会のご挨拶を申し上げます。ジェトロイノベーション知的財産部部長の樫本です。本日はお忙しい中、ああ、ジェトロとハローツモロー。おお、ジャパンが共催するディーペックで世界を目指せにご参加いただき。誠にありがとうございます。ジェトロは世界で活躍するスタートアップ創出のため。世界各地のスタートアップエコシステムと連携しまして、さまざまな角度から。スタートアップのグローバル展開を支援しています。 例えば現地のキープレイヤーによるメンタリングを提供したり投資家等のマッチングの機会を提供したりしておりますさまざまなタイプのスタートアップがありますが2022年1月の時点で評価額が1000億円を超える国内スタートアップのうち約半数をディープテックスタートアップが占めており非常に重要な分野となっておりますそこでディープテックスタートアップの支援で知られるフランスの機関ハロー・トモローと共催で 本日のイベントを開催することにしました。今日のこのイベントでは、バイエルクロップサイエンス株式会社イノベーションマネージャーシモン・メイクリング博士とソルベイ・ベンチャーズインベストメントマネージャーイエ・エレン様を講師にお招きしまして、欧州企業の求めるスタートアップ像などについてご講演をいただきます。さらに日経 VC やハロー・トゥモロージャパンチャレンジに関するディスカッションを通しまして、 日ディープテックスタートアップの海外展開の可能性を探ります。最後に本日のイベントが一条となって、皆様が今後世界でご活躍することを記念しまして、私からの挨拶とします。ありがとうございました。続きまして、ハロートモロ o ジャパンディープテックアドバイザーのフランソワ・ジャンドミニックさんより、開会のご挨拶を申し上げます。はい、皆様 こんにちは。私はフランソワと申します。Hello to Morrow のジャパンのアドバイザーです。今日、皆様とこのオンラインデート、この場に集まれたことは非常に喜びです。我々と共にこのイベントを企画してくださった JETRO の皆様に心より感謝いたします。私は、えっと、日本で 4年前にこの Hello Tomorrow の活動を開始しました。当時、Deep Tech は日本ではあまりられていませんでした。こんにちは。Hello Tomorrow Japan、そして日本のエコシステム企業の人力により、Deep、え、Tech、っと、は目覚ましい発展を遂げました。 ししかながら、これからの発展には様々な課題があります。ですが、今後、ますますのサポート企業の意欲的なと参加により、展望は明るいと言えます。今から、Hello Tomorrow のパートナーである有力企業のイノベーションプログラム、ドイツの バイオクロプサイエンスチャート、ベルギーのソルベ s、uh, er, Science, ato, um, no、a n あと、Hello Tomorrow, Paris の、ホンシャの CEO。あと、Hello Tomorrow のメンバーである、NEON、uh, のディプテックスタート、キギョ、Seelings さんと NewPetrain さん。Hello Tomorrow, Japan Challenge の Yushosha。あと、NEON のエコシステムのキー y レイヤー、キープレイヤーキギョは Realtech Holdings、チャート、 YouTOKYO IPC 社、皆様のビジョン、インサイツを紹介していただきます。このイベントが、日本のディテク業の国際的な発展のための関係を構築する企画形になれば、幸いです。ありがとうございます。いいました続きまして、基調講演に移らせていただきます。 本日は欧州に拠点を置く2社にご登壇いただきます。はじめに、ドイツに本社を構えるバイエルクロップサイエンス株式会社のイノベーションマネージャー、サイモン・メイクリング博士にご登壇いただきます。サイモン博士は16年にわたる研究開発の経験から、世界的な中心人物として戦略的な育成パートナーシップの役割を担っており、またオープンイノベーションと新たな農業技術における強力なプロモーターとして、 フランスのリオンを中心に活動されています。本日のテーマはバイアルクロップサイエンシのオープンイノベーションです。それでは皆様、どうぞ楽しみください。皆様、声が聞こえますかまた見えますでしょうかご紹介いただきましてありがとうございます。 Um, what I'd like to do is, after the very kind introduction, um, just to point you to the QR code on this screen. Um, it will take you to my LinkedIn profile where you can find out um, the details of my work history and where I'm from. こちらのスライドに QR コードを示しておりますけれどもこちらを読み取っていただけますと私のリンクとインのページにアクセスができますので私のこれまでの経歴とええご確認いただけます Thank you So at BioCropScience、um, We know there is no innovation without collaboration、um, And we are constantly searching for new technologies Especially in the fields of health and nutrition 弊社バイエルクロップサイエンスにおきましては、我々の理念としておりますのが、イノベーションを生むためにはコラボレーションは欠かせないというものであります。そして我々は常に新たな技術を健康そして栄養の分野で探し求めております。And we know that we 我々一人、我々単独ではゴールを達成することはできませんので、我々はこれまでに非常に多くの時間、そしてリソースを費やして、いわゆるイノベーションエコシステムの構築に携わってまいりました。 And we want to plug into the brightest and cleverest people beyond an outside buyer in order to explore, discover, and test, and even co create. リーディング、カスタマーセンチック、ソルューズ。ヘイシャドイタシマシテは、弊社の社内外のガイノ、そのノスグレタ、ジンザイト、キョールク、エスルコトニ、ヨリマシテ、え、ュドウテキナ、エソリューションを探索し模索し発見し実験をしまた共同で作り出していきたいと考えています、um, Our innovation ecosystem follows a three-pronged approach. 我々のイノベーションエコシステムには三つの側面がございましてイノベーションを進めるための取り組みそのパートナリングパートナー活動を進めるための仕組みがあります We have also our lifehub network across the globe

Um, a venture arm, um, and their role is to drive and forge new cutting edge partnerships through venturing activities. そして3つ目の柱がリープス、リープスバイバイエルと呼んでおりますが、こちらは我々のグループの中のそのベンチャー投資を担っておりますグループになりまして、こちらの活動、このグループを通じまして、その先端的な取り組みを行っていらっしゃるパートナーとの協業を促進していきます。And to give some more concrete examples on what this means, 我々のエコシステムの中には、えー、具体的なプログラムがありまして、事例を申し上げますと、グランツフォーアグというものと、テスティングフォーアグというものがあります。 And the key thing to remember about our programs is how we work with partners and intellectual property generation. The red line um, running through the programs is that. このプログラムについてぜひ覚えておいていただきたいポイントとしましては、我々はパートナーの各社様と協力をして、そして知的財産を作り出していくわけでありますが、我々のプログラムの中核的な考えというのは、生み出されたこの知的財産というのは、そのパートナー企業様に残るというものです。And our grants for ag program Um, is created to provide grants of five, five to twenty thousand uh, dollars to universities or to startups um, in order to support um, research activities that wouldn't normally get funded um, within that institution. <laughs> そして我々のこのグランツのその補助金助成金のプログラムになりますけれども、こちらは最大2万ドル規模の補助金をスタートアップ企業に提供する。他ではそういった支援を得ることができなかったスタートアップ企業に支援金を提供する、そしてリサーチを推し進めていただくサポートをするものになります。 And our testing for AG program is um, invented to support discovery of new small molecules. We open up our biological laboratories um, and test molecules from outside bio. そしてテスティング・フォー・アグですけれども、えー、こちらでは我々の活動の一つとしまして、えー、我々の,そのパートナーとの協力体制で我々の、えー、生物ラボを立ち上げまして、えー、その場で新たな小分子に関する、えー、その発見 ハッケの実験、を行いその発見のサポートを行いそのラボにおける、えー、その研究の成果結果をそのパートナーにフィードバックするという取り組みを行っています And another very important pillar for us within our ecosystem is, of course, Hello Tomorrow.We've been very proud partners with Hello Tomorrow for the last two years. また、われわれのエコシステムの中で、他にも欠かせない、え、が、あります。それは、h e l l o Tomorrow、さま、とのパートナーシップになりましてこの2年間、非常に緊密なパートナーシップをわれわれ受させていただくことができています。And we've launched、um, two international start-up calls with Hello Tomorrow.And、um, um, we use this tool of Hello Tomorrow to discover and uncover 我々はハロートモロー様と協力をすることによりまして、これまで2つの国際的なそのスタートアップを立ち上げることができました。このハロートモロー様をツールとして使う ことによりまして、通常であれば、われわれだけでは、発掘困難な新たな、技術を見つけるということができています。 はい、プレゼンテーションの最後であの事例をお伝えさせていただきますけれども、え我々ははそのスタートアップ企業を利定めるにあたりまして、スタートアップチャレンジというプログラムを行っておりまして、そしてスタートアップチャレンジでそのファイナリストに残ったスタートアップ企業の皆様との直接的な関係を構築させていただいて、共同させていただいています。 Are for me a particular passion. 2二つ目の柱がライフハブになりますけれども、これは世界的な国際的に活動を展開しておりまして、私もこのライフハブの活動には非常に熱心に取り組んでいます。 We use our life hubs globally, um, and we have um, life hubs in, for example, Barcelona, in North America, um, in Sao Paulo, and other countries as well. And we use the life hubs as a platform to accelerate innovation um, and to build partnerships. このライフハブをプラットフォームとして活用いたしまして、イノベーションを加速し、そしてパートナーシップを構築しています。We, uh, Hub, offer, um, そのまたライフハブの一環としまして、そのスタートアップを育てるといったその目的でのインキュベーションの活動も行っています。 And um, one thing that we found is essential within the Life Hub strategy it makes no sense to innovate if we don't explain um, why innovations are important to society. 我々のそのライフハブの戦略の中で極めて重要であると我々が考えているのが、イノベーションを進めていくために欠かせないのが、なぜそのイノベーションが社会にとって意味あるものなのか、それを明確化しないとイノベーションを推し進めることはできないという考えです。 And have visits inside the laboratories. So that we can share our passion and science with the public, uh, politicians, um, NGOs, the universities, and even school children. 我々はその施設を開放することで、我々がいかに情熱的に活動に取り組んでいるのかを、例えば外部の方々、つまり政治家であったり、NGO の方々、大学関係者の方々、あるいは学生の方々、皆様にその開放をして、我々のその取り組みについて紹介しています。 And um, I always like to use this slide as well to, to, to remind myself that everything that I do is, is always part of a team. Um, and I'd love to use this opportunity to thank all of my teams across the world for all of their support and um, helping us innovate and talk about science. そしてこのスライドは私が大好きなスライドなんですが、我々の取り組みを行うにあたって、欠かせないのがそのチームで仕事をするということでありますですので、まあ、このすごく良い機会ですので、世界各地のチームにはこの場で感謝の気持ちをお伝えしたいというふうに思っています。チームでこのイノベーションを支えておりますので。Um, and the third and final pillar、um, we use in our innovation ecosystem is our LEAPS structure.LEAPS is the, the venture capital branch of Bayer. え最後の柱になりますが、イノベーションエコシステムにおける三本柱、三本目の柱は、ベンチャーキャピタル部門であります、リープスになります、and billion dollars in their portfolio companies. 2015年に立ち上がりましてリープスはこれまでに12億ドル規模の投資をそのポートフォリオの中に入っております、企業に対して行っています。And the focus of their investment is always in breakthrough technologies following the strategic 10 leaps, which represent the strategic goals of buyer.

これまで我々が共同させていただいたディープテックのスタートアップのパートナーの事例を紹介させてください。2>, 2社紹介させていただきたいと思います。1社目がケボティックス社、2社目がクリアティス社になります。 We were lucky enough to um, form a partnership with Kibotics, who is in also in the Hello Tomorrow ecosystem, um, in order to speed up or accelerate active ingredient research using their artificial intelligence platform. こちら、ケボティックス社もハロートゥモロー様のそのエコシステムの中の一パートナーなんですが、このケボティックス社さんと協力をすることで、彼らの AI 技術を使ってですね、農業分野におけるイノベーション、研究を加速化させることができました。 And the second partner um, partnership I'd like to discuss is, is um, with Creatis, a French company. Creatis were the winner of our startup challenge with Hello Tomorrow in 2020. And we were very, very happy to be able to publish a partnership with them um, at the beginning of this year. 2社目がクリアティスというフランスの企業になりますがクリアティス様は2020年のハロー・トモローのスタートアップチャレンジの勝者でもあります幸いなことに我々はこのクリアティス社とのパートナーシップを発表することができました。 And their technology is around um, in silico predictions for uh, toxicology, specifically eco -toxicology. And I'd like to finish my presentation um, with just um, a few key aspects that I always like to share. 最後に私がいつも話をします大企業とスタートアップの間のパートナーシップにおける重要点について触れさせていただきたいと思います。一つ目が常に効果的な、そして頻繁なコミュニケーションを楽しんで行うということです。 二つ目が、えー、透明性を担保して信頼関係を築くということです。S <S 三つ目が情報共有をするということ。たとえその情報が良くない情報であっても共有するということです。Take the time to 4つ目がしっかり時間をかけて、その手法、そして、プロセスについての理解を深めることです。そして、最後に明確で、メーカーを設定するということになります。I'd like to thank you very much for the opportunity today to share with you some things I'm very passionate about. Passionate about. 今日はこの機会を与えていただきましてありがとうございます。私が本当に情熱的に取り組んでおる内容につきまして共有ができまして非常に光栄でした。もし時間があれば何かまたご質問があれば喜んでお受けしたいと思います。サイモン博士、ありがとうございました。Thank you very much, Simon. Thank you. ソルベイベンチャーズのインベストメントマネージャー、イエエレン様にご登壇いただきます。ソルベイベンチャーズは、ベルギーの大手化学メーカーであるソルベイ傘下のベンチャーキャピタルであり、イエ様はアジア・パシフィックの投資マネージャーとしてご活躍されております。本日のテーマは、次世代素材フロンティアへの投資です。それではどうぞお楽しみください。 Thank you for the organizer Hello Tomorrow Japan inviting me to join this amazing event. Welcome to Hello Tomorrow. Hello Tomorrow, Thank you for this event. Uh, I'm Ellen Ye from Soy Ventures. So I'm responsible for technology scouting and investment in Asia Pacific. 私はそのテクノロジーを探し、そしてその投資を行う、そのそれをアジア太平洋で行う、それが私の役割です。It's my great honor to meet you online。Online でその皆様にお目にかかれて光栄です So I will let you know who we are, what we are doing, and I will share some tips on how to start up to work with corporate venture capitals. え私の方からはまず簡単に弊社の紹介をさせていただき、またさらにコーポレート・ベンチャー・キャピタルとスタートアップがまあどのようにすればうまく共同していくことができるのか、アドバイス的なことをさせていただければと思います。Sovay is a science company whose technology brings benefits to many aspects of our life. ソルベイというのは科学の分野における企業でありまして、テクノロジーを使うことによりまして、日常生活のさまざまな側面に恩恵をもたらしています。この方がですね、アーネスト・ソルベイ氏で、我々の創業者になります。He was neither a ソルベイさんはですね、科学者でもないしエンジニアでもなかったわけですが、25歳の時に、えー、そのソーダハイを作るための、いわゆるソルベイ式とでも、言いましょうかソルベイ式のプロセスを開発されました。He set up in 1863. そして、1863年にソルベイを立ち上げられました。<laughs> so

ーション<ペー>フェンーレイエフースを great efforts from generations of Sovei people in the past 160 years, Sovei group to be a world famous chemical company with 10 billion cells last year. 160年にわたる会社の歴史を通じて何世代にもわたる我々の先人の方々が取り組んでいただくことによりまして今では弊社は世界的な科学企業となりまして昨年の売上高も100億ユーロに到達しました。 are brought to table fully listening and understanding the widest range of customer needs in rapidly changing markets 今、マーケットは急速に変化していますけれども、こういった中で、我々は非常に多様な、そして包摂的な人材のチームを活用することで、彼ら、彼女らが協力することで、様々なアプローチを様々な領域において提供することで、また、その様々なお客様の幅広いニーズに耳を傾け、理解をし、そしてアプローチを提供しています。

Uh, investment vehicle of SOVI Group. We detecting the cutting edge technologies from innovation system, identify opportunities for our R and I center and uh, business units. ソルベェベンチャーズはソルベェイグループの,その投資部門としまして、最先端の技術をイノベーションエコシステムの中から見出しまして、そして我々の研究チーム、そしてビジネス部門の方にさまざまな機会、可能性をつないでいます。As an ambassador, ソルウェンチャーズはソルウェイグ投資部門としまして、最先端の技術をイノベーションエコシステムの中から見いしまして、そして我々の研究チーム、そしてビジネス部門の方にさまざまな機会、可能性をつないでいます。s an s o ソルウェイ・ ソルベイ・ベンチャーズというのは、いわばその接続を担う大使、アンバサダーのような役割を果たしていまして、えー、スタートアップ企業と、えー、ソルベイの中のさまざまな事業体を結びつけ、パートナーシップを促進をし、われわれ自身のマーケットにおけるその競争力強化に取り組んでいます。

おりまして、そのプロセスに従って非常に健全な形でポートフォリオの企業を育てています。Okay. This is the of こちらがソルベベンジャーズの概要になります。ソルベは2005年に100億米ドル規模の永を設立しました。 2005年にソルウェイはエバーグリーンファンドを1億ドルの資金を用意し立ち上げました。In ソルウェイ社とその戦略的に合致するファンドそしてスタートアップ企業に対して投資を行いました。 is crucial for our decision making and then we also take into account the financial return uh, investment uh, stage and ticket size etc 我々は投資をするにあたりまして、これまでに投資のためのロジック、そして、規律を整えてまいりまして、なぜなら我々にとりまして、戦略的な整合性というのが非常に大切でありますので、そのようなロジックを構築いたしました。そして、さらに財務的なリターンでしたり、投資のサイズでしたり、その投資先のステージ等も検討するようにいたしております。Inline with the company strategy and the m a g i c a n 会社の戦略、そしてまたメガトレンドを踏まえまして、えこちらに表示しております四つの分野における素材のイノベーションに我々は特に興味を持っています。First is the、uh, energy t r As n a survey, a s i is the only company in the world with a diversified portfolio of specialty polymers. And まず最初がそのエネルギートランジションということで、ソルベというのは世界におきましても類を見ない多様なえその特殊ポリマー、そしてえ複合処理テクノロジーを持った、多様なそういったテクノロジーを持った企業になりまして、えー、厳しい条件におけるさまざまな用途の要件を満たす能力を持っています。 to fight against global climate changes. Sustainable resources is one of our interests. We see for solutions to support our aggressive carbon neutrality goal. We would like to work with different kinds of innovation partners on biosourcing materials, renewable and gradable uh, materials to fulfill our customer needs. 世界的な気候変動に対応するためにその持続可能なリソースというのは我々が注力しているポイントの一つになります弊社としましては非常にアグレッシブなカーボンニュートラルのゴールを掲げておりましてそのためのソリューションを我々は模索しています弊社としましてはさまざまな革新的なパートナーと協力をして生物由来の素材でしたり再生可能そして自然分解できる素材だ と address the needs of improving quality of life, we also interest in using advanced and sustainable materials to make our better life. また、生活水準、生活の質を改善するためにも、我々は先端素材、そして持続可能な素材を活用し、生活水準を高める取り組みにも興味を持っています。 その先端的な、またその環境に優しい素材というのは、付加価値をヘルスケア、そして家庭、また日用品の分野においてもたらすことができると考えます確かにデジタル技術というのは、破壊的な新しいビジネスモデルをもたらしています。

またデジタル技術の方は我々のリサーチの効率性を高め、そして、作業の安全性、また生産性を高めてくれます。Since 2016, we have invested Who has strong synergy with 2016年以降、我々は、弊社と力強いシナジーを生める12のスタートアップ企業に投資をしてきました。Okay. We have some successful exits to be highlighted.For example, solar power, who specialize in solid state battery, have listed In 例えば、えー、その固体電池を専門にしておりますソリッドパワー社は昨年 NASDAQ に上場を果たすことができました。そう、yeah. so、on the right hand side, if I remember correct, multi me mechanics who a d v a n c e in software for composite material modeling was invited. By Hello Tomorrow Paris in また右側にありますが、確か私の記憶が正しければ2017年のハロートモロパリにですね、マルチメカニックス社がですね、マネカレというふうに理解しています。当社は複合素材モデリングにおける非常に進んだソフトウェアを有している会社になります。Thanks f o は h e l l o Tomorrow

アジアにおいては4つのファンドと1社スタートアップに投資をいたしております。この四つのファンドは我れれが興味を持っている分野に特化しています。 また我々はチャンヤンテック社というスタートアップに直接投資を行いました。こういった直接投資というのは、弊社としてはアジア太平洋におきましては初の取り組みになりました。チャンヤンテック社ですが、こちらはもともと米国の大学発のベンチャーになります。 中国のスタートアップですが、もともとは米国の大学からのスピンオフになります。彼らは電気的技術を開発することで、ゼロカーボンの化学製品、そしてエネルギーの生産に取り組んでいます。

一般的にコーポレート・ベンチャー・キャピタルというのは資金を出すだけではなくて、スタートアップ企業が必要なその業界のリソースも提供することができます。First CVC usually establish network with funds, innovation,、uh, innovation platforms, incubators, and professionals. まず CVC というのはファンドでしたりイノベーションプラットフォームでしたりあの専門家のネットワークを構築しますですので CVC にアクセスをするための効果的なチャンネルを見出すこと特定することが大切です Hello Tomorrow is an awesome platform for startups こういった中でハロートモロー様というのはスタートアップ企業が投資家との関係を構築しまたそのためのエクスポージを拡大する素晴らしいプラットフォームであります。Yeah. Multimechanics is the great example I just、shared. s h a r e d s e c o n d Strategic fit is very important for CVCs. What I could suggest is to make a good study of your target investor and identify the potential synergy before you approach them. また2つ目に私が推奨したいのは、えー、戦略的なそのフィットがやはり CVC にとっては非常に重要であるということを踏まえまして、えー、その潜在的なターゲットとなる投資家に、えー、スタートアップ企業の皆様がアクセスされる際にはまずその投資家についてしっかりと研究をされ潜在的な何かシナジーがう、えー、生み出すことができるのかどうかをまずは研究されることが大切だと思います。Okay. Good. また3つ目に大切なことが御社、ご自身の知的財産をしっかり守るということが必要で、その所有関係について明確にしておくことが必要です。最後に、私たちのローカル・レグリシン、オペレーション、ビハ 最後に大切なのがその地域,地域の規制、また仕事のやり方、また行動、様式について理解をすることが大切です。We believe innovation is the key to sustained success.Seco を持続させるためには innovation が鍵を握っています。Okay. And we face a lot of challenges, conflicts, and problems right now. Well, for example, like the volatility of energy prices and chemical changes, etc. So, innovation can enable us to develop sustainable and efficient solutions to fill our future. ですので、イノベーションを通じまして、非常に持続可能で効率的なソリューションを将来に向けて作っていくということが必要であります。We embrace any kind of investment or collaboration o p p o r t u n i t i e s 我々 r r i o r は様々な形態での投資、またはコラボレーションを行っています。So,、um, in the collaboration, it can be b e n e f i t for both parties. cvc could bring startup up to speed in the market and the startup could help cvc strengthen the limits and build muscle in the market これは、あの、相互に恩恵がある関係を構築できる。それが非常に大切で、まあ、可能であります。CVC としましては、スタートアップがマーケットに進出する手助けをできますし、また、スタートアップとしては、CVC のカバー範囲を拡大する、そういった助けができるということです。そして、CVC のマーケットにおける競争力を高めるということも、スタートアップ企業にはできます。With the Cooperation Together, We can adapt and apply to innovations to create values for humanity and protect our planet. 協力をすることで、不可価値を社会に持たらしそして地球を守っていくことができると考えています。Okay. So, thank you for your participation. Thanks again for Hello Tomorrow. 今日はご清聴いただきありがとうございました。また、Hallo Tomorrow の皆様、今日はお招きいただきありがとうございます。 welcome to our website. Thank you. ぜひ私たちのウェブサイトにあの訪問ください。<Thank you. S 2> イエ様ありがとうございました。それでは VC パネルディスカッションに移りたいと思います。このセッションでは東大 IPC ファーストラウンドディレクターの長坂様とリアルテックホールディングス株式会社取締役社長の藤井様をパネリストとしてお迎えしたいと思います。 このあとご本人様から自己紹介をしていただきますので、私からのご説明は割愛させていただきます。また、モデレーターは15年以上にわたり、日系スタートアップの海外展開や、海外企業の日本進出業務に従事し、サンフランシスコにも駐在経験のあるジェトロイノベーション促進課長のカルタニが務めます。セッション後半では、お時間の許す限り、ライブでの質問を受け付けたいと思います。 オンライン参加の皆様は YouTube チャットにてご質問をお寄せいただければ幸いです。会場の皆様はタルタニから振らせていただきます。それではお楽しみください。はい、えー、加藤さんありがとうございます、えー。ジェトロイノベーション促進課の課長やってます。タルタニと申します。やっぱライブはいいですね。あのリアルはいいですね。いろんなトラブルもないし。<laughs> ただ変なこと言わないように気をつけなきゃいけないぐらいで。 藤井さん、長坂さん、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。では、早速ですけど、まず長坂さんからあの自己紹介と、まあ、何をやられているのか、そして組織の概要とかもちょっとご説明いただければと思います。はじめまして、よろしくお願いします。あの私、長坂と申します。と先にあの会社の紹介させていただきます。えっと、東大 IPC と申しまして、えー、大きく分けて3つのポイントがございます。で100%あの東大の子会社のお会社でございます。で、2つ目が目的ある目的なんですけども、まあ、周辺の 最近は東大以外の大学様の周辺のイノベーションエコシステムの拡大を推進している機関でございます。で、えっと、2つのファンドを運用しておりまして、総額500億ぐらいを運用しております。で、簡単な私の自己紹介なんですけども、東大の子会社なんですけど、私、総大卒ではないっていうところなんですけども、カルフォルニアの大学を出てまして、えーまあ、いわゆるシュリコンバレーなんですけども、そこであの大学から技術がどうやってベンチャー化するかといったところの支援を見てまいりました。 でその後二2つ目がですね、コンサル会社に行きまして、第9がどうやってベンチャーと一緒に事業を作っていくのかというところを見てまいりました。最後はですね、私自身がですね、ベンチャーを立ち上げまして、で最初の資金調達までを行ったと。なので、まあ、アカデミアから見たベンチャー、企業から見たベンチャー、そしてベンチャーを始めたときのその、まあ、企業家としての辛さ、楽しさっていうのを学んで、 で今のファーストラウンドっていうのは、大学から出てくる技術をいかにして社会実装まで持っていくかという支援を行っております。我々のファンドでございます。総額500億円でございまして、特にですねあのディープテックに投資をしております。ですので、投資期間が大体普通の独立系の VC だと8年間ぐらいなんですけど、約2倍のですね、15年という期間でディープテックの投資をしておりまして、シードからレーター、この2つのファンドを持ってます。 でシード機、あとはです、まあ、大企業のイノベーション支援ということで、カーブアートもやっている青い一号といったところと、えー、ミドル以降の競争一号といったところで、幅広く、えー、投資をしております。で、約今まで30くらいかなで、大体4件のエグジットを出しております。で、次、私のプログラムになってくるんですけども、これあの、ファーストランドでございます。で、東大含めてですね、約8大学から出てくる技術のシードっていうものを、いかにして、 社会実装に向けてわれわれが支援すべきかといったところで、ポイントは株式取得なく、あの投資確約もせず1000万円の上限1000万のお金をお渡しして、かつ6か月の半、え、蔵、っと、支援を行っていくことで、こうすることで大学の技術そのものっていうのを一番いい形で、えー、VC さんですとか事業会社さんに一番いい形でつなげる手助けをしているというのが私のプログラムでございまますす私からは以上ですありがとうございいしお願ます。 ファーストロンドはもう締め切り終わられたんでしたっけおとと終わりましたおとと終わりまはたまた来年もあるんですねあもう毎,毎年2回あるんで6月、ね、12月そうですかどれぐらい応募あったっすか,あかなりが今回は120件ぐらいかなだから年間だと240件ぐらい発災学からの技術指導が応募あります,、はい、すごいですねありがとうございますそれではあの続きまして藤井さんからあの自己紹介をいただきたいと思いますよろしくお願いしますレ、はいえー、アテックコーニングスの藤井と申します Next, われわれですね、いわゆるそのディープテックのみに投資をするベンチャーキャピタルとしてあの立ち上がっております。2015年にあの創業してるんですけれども、当時は本当にとにかくまあディープテックという葉もあも日本になかなかなかったですし、誰もこう投資しないような、そういった世界だったところをまあなんとかえやはり日本のいいその技術を使って社会課題を解決したいというところの,あの思いからあの創業しております。 まあですね、あの日本を代表する51社の方々、あの会社様より、ね、231億を預かって運用させていただいております。現在です、ね、今、70社ほどに投資をしておりまして、8割,8割5分ぐらいが今、日本で、残りが東南アジアを中心に、海外にも2020年から投資を始めております。 えと結構ディープレックの中でもあの幅広い、えー、投資をしているというのが、まあ、一つの特徴でもありますし、えー、今、まあ、10テーマぐらいに分けておりますけどもそれこそエレクトロニクス QT レーザーさんは実は一緒に投資させていただいて IP をしている案件なんですけどもからまあ宇宙う海外でもです、ね、かなり、まあ、バイオからあのセンシングマリンまであの幅広くいろんな分野に投資をしていると。 でまあ、なぜこういうことができているかというと、実はあの親会社に2社おりまして、一つはユーグレナという会社で、今、上場している会社ですねで、もう1社がリバネスという会社で、えー、そこにですね80人、90人ぐらい、いろんなあの専門分野を持った PhD マ、えー、スターホルダーがいて、ですね、まあ、そういったメンバーを巻き込みながら DD をやっているというところで、まあ、そこにこう強みを持っているようなところでございます。Next piece. であのまあ、我々ですね、えー、とシードアリティのスタートアップに、えー、ハンズオンをかなりがっつりして、えーまあ、成長支援をするというところをあの特に特徴としております。これは一種の,あの一つの例を持ってきたんですけども、チャレナジーというあの自生体型風力発電機を作っている会社ですね。えー、我々のところに来たのは、実はあの一番こう左の方にある手のひらに乗るようなあのプラスチック模型の。 にですね、まあこういったフル活電機を作りたいんだっていう、まあ、めちゃくちゃな話ですよね。あの技術も何もない,いうわけですね。もちろんそのコンセプトだったり理論は裏にあるんですけども、まあ、そのところからですね、まあ、我々のアクセレーションプログラムを通って。 ま,あまずは試作機を作るというところで下町の当場をこう紹介して今真ん中にあるようなサイズの23メートルぐらいですかねの試作機を作ってでかつまあもちろん資金がいるので根戸さんからの資金調達を一緒にあのしたりですねえそしたら今度はまあ量産の試作機を作るというところでまた違う我々に投資していただいてるあの企業なん かとつなぎ込みをして、え今度は量産の試作機支援をして、で今あのこれ実はフィリピンの方に立っていてですね、え発電をしているというところまで来ているようなところです。でまあこのようにかなりあの一緒になりながら会社の成長支援をさせていただいているようなあの会社でございます。はい、あり,いありがとうございました。あのタレネージーさんはあのデトロのマニラ事務所も、はい、あのご利用いただいてありがとうございます。 えとそれではあの、早速パネルディスカッションに移りたいと思います。さっき藤井さんからも、ね、あの話があったんですけど、ディープテックって、もう昔は言っても何、何人のことかわからないと。まあ、一応、定義が、まあ、まだまだあいまなんですけど、まあ、今回はですね、大学や研究機関とか、企業とで研究、開発された技術をもとに、世の中の生活を、スタイルを大きく変えるとか、あの社会の大きな課題を解決したりするソリューションということで、定義させていただきます。いいですかね、そんな感じで。はい <laughs> それでディープテックは最先端の技術を基盤としてるじゃないですか。で、膨大な開発コストとか、時間もすごいかかるわけですね。で、今回、VC のパネルディスカッションということで、ベンチャーキャピタルは CVC であろうが、大開発であろうが、ストラテジックリターンじゃなくて、戦略的なリターンも大切ですけど、やっぱり金銭的なリターンも必要じゃないですか。IRR も必要だし。そういった中で、なかなかこう回収しにくいディープテックの技術に投資をするっていう、その。 狙いとですね、あと実際にこうなんていうんですかね、今ディープ投資テックの投資環境ようやくこううわっと来てるんですけど、そ,その環境どう見られてるのかとか、将来的にどうなっていくかっていうところをちょっとお聞かせいただければなと思います。藤井さんいかがですか？はい、ありがとうございます。あのまあなぜ我々そこにあえて投資しているのかっていうのは、まあ我々のその創業の背景とかあのまあそもそも企業理念 そのものが地球と人類の課題解決をするというところを中心に添えているので実はそのディープテックっていうのは究極論後なんですねその地球と人類の課題解決をするっていうのがまあメインミッションでただそのためにすごくパワフルなツールというのがディープテック×スタートアップという組み合わせだと僕らは信じております。 その時間がかかるという話もありますけれども、それはこうどこに投資をするのかをきちんとあの選択すれば、十分にあの投資のリターンもあの得れるというふうにまあ我々は見ておりまして、えー、実は我々は10年賛同ですで、リターンもあのマーケット以上のリターンをきちんと得るというところをうたっているので、まあ、そこは妥協しないと、でまあ、むしろそこにどんどんお金が流れるように成功事例を作らないといけないというのがまあ我々のミッションかなというふうに思っております。 で最近の,そのディープテックの盛り上がりみたいな話ですけどもやっぱりこのコロナだったり最近のまあカーボン、まあ、日本ではカーボンニュートラルと言われているんですけどもの流れもあってああいう,こう課題を解決しようとするとどうしてもこうディープテックが必要になるというのは、まあ、この特に23年ですごくシッと感じる人たちが増えたというのもあって投資家が増えているなというふうには思っておりますけれども、まあ、これがあの目 一貫のその一期性のあるあのブームじゃないといいなと思いながら、まあ我々はただ淡々とやるべきことをやるというふうにスタンスをとっております。なるほど、ありがとうございます。まあ、あの vc と競争が激しくなっていると思いますけど、そこからあのファーストムーバーアドバンテージということで、はしずっと走っているリアルテックさんとしてはもう全然負けないぞという感じですかね。 そうですね。あのー、まあ我々どんどん次のフロンティアを攻めるっていう方がもしかしたら正しいかもしれないです。あまり競争するっていう意識はそこまで強くなくて、トータルとして、えー、社会課題が解決されればいいと思っているので、まあ、もちろん、えー、パフォーマンスは出しますけども、はい、そういう意識でやっております。ありがとうございます。長坂さんはいかがですか？そうですね。ちょっと先にあのディープテックがなぜここまで今見られてるのかっていうと多分僕極論。 人間ってこのまま持続的に生きることが難しいんじゃないかってところに尽きると思うんですよ。で、今、急激に、ね、人類って今年77億人ってこのままあの地球に住めるかって言ったらよくわからないの。<laughs> で、例えばじゃあ、なんだろうな、ディープテックの一番有名なケースって何ですかって、ス,タースペース X であったりとか、ビヨンドミートであったりするんですけど、なぜうちやるのかに人が地球に行けないかもしれない。なぜ大体に行くやるのか 今までみたいに肉が食べられないからして、ね、本当に人間結構喫緊の課題っていっぱいあって、このままだと多分人類持続的に生きていけるんだっけっそういう世界になっていくと思いますで。その中でディープテックっていうのは唯一の解決策の一つであると僕は思っていて、だからこそやはりここまで今認知されているのかなっていうのが一つあります。 で投資環境におけると、多分もうほぼ同じなんですけども、まあ、マイクロ的に言うと結構今、ボラティリティが高いマーケットで、今後も多分ちょっと悪くなっていくと思うんですよ。なので僕、すごくポジティブに思っていて、でこれなぜかというと、ロングタームで、まず日本で言うと場ができてきたんですよね。まさにあの10年ファンド、15年ファンドの期間が大きくなってきたところと、うん、IT ベンチャーみたく、大手企業が顧客になるようなベンチャーじゃなくて、やはりこう一緒に価値を作っていけるようなベンチャーがやっぱりディープテックに多いので。 でそれは短期っていうか、やっぱり事業価値として長期的な投資をできるような、でそういった判断ができるようになってきたので、わ々かし僕はかなりあのディープテックが今後、いい形で伸びていくで、それは先ほどおっしゃっていた,いた競争ではなくて、みんなでこう作っていく、そういう世界観が今度来るのかなと思っております。今回のテテーーマ実は実ディープテックでで世世界界をを目目指指せんすよしてくれと <laughs> でお二人はもうずっと日本のスタートアップをお手伝いされてです、ねはい、やってきられたわけ,わけですけど、実はです、ね、リアルテックさんのポートフォリオとかワーストランドさんのポートフォリオを見ると、ジェトロのお客さんが非常に多いんですね、<laughs> かかってるとか。で、でやっぱりなぜかなと思って、やっぱディープテックが世界を目指しやすいのか、はい、それともやっぱりそこに日本の強みがあるのか、海外と比べてですね、えー、ディープテックが海外展開しやすいのか、何の課題があるのか。 そんなところをちょっとお聞かせいただければなと思うんですが、まずは長坂さんから、いかがですか、そうですねあの、ディープテックって、いろんな言い方があるんだけど、まあ、一つ言うのは、技術って結構ノンバーバル、いわゆるこう言語の、まあ、違いっていうのは、あまりこうない、もうそのまま技術として出せるものなので、まあ、皆さんグローバルって言うんですけども。 ちょっと当たり前すぎる話をちょっと2点ほどさせていただくとまずグローバルって言葉は僕は多分結果論だと思っていて結果的にそのどの国のどの市場のどの課題を解決するかを積み重ねていくことは結果的にグローバルという話になっていくだけだと思うんですよ。例えばそれこそ日本そうだなとある事例で言うと日本の 小さい建物には小さいエレベーターがついていて大きい建物には大きいエレベーターがついてるんですけどとある宗教の国ではお祈りの時間があるから小さい建物でも大きいエレベーターが必要だったりこれって全然違うニーズですよね、うん、で同じものでも地,方あの地域が変わるごとその特色が全部あって、まあ、まず一つ言いたいのが確実にグローバルという前にどの国のどの市場どの課題をいくかっていうマーケットを ニーズをしっかりり探ることっていうののは当たり前の話です2つ目が言語。でこれ、当たり前すぎて皆さん話さないんですけども、言語ってものすごく大事で、いかにノンバーバルな技術であっても、ビジネスとなってきたときにお客さん目線にならなきゃいけない。いたなってくると、言語が当たり前で、その上のコンテキストやら召喚衆を分かった上で売っていく必要がある。でこれさ、できればその国のもうネイティブを経営層に入れるべきなんだけども、なかったらもう外注しちゃうとか、もうそういった2点というのは確実に抑えていただきたいかなと。 あと、あの海外に攻めていくときに、僕がベンチャーによく言うのが、1対1、要するにお客さんと自分らでやることは控えましょうっていうんですね、これなぜかというと、日本の会社が海外に行くときにそ、そこにもう原本がね、現地法人がないわけですよ、だからサポート誰がするのって話ですので、まあ、原本を作るのはちょっとさすがにリソースが食いすぎるかもしれないですけど、安心できる、まあ、信頼できるパートナーと販売代理店契約を、まあ、結ぶようなこと。 例えば安心できるパートナーだったらそれこそ日経の銀行さんでもいいし、リース企業さんでもいい、そういったところからまあ紹介されるもいいですし、その販売代理店としっかりとリスクをお互いが享受するような売り方を決めていく、そういったことはまあ私、アドバイスでよくしています。 で3つ目、まあ、もちろんそのジェトロさんもそうですし、ハロー l l ール i さんもそうですけども、も第三者的な独立的な機関だと、やはりこの最初のマーケットニーズをしっかりと汲み取っているところであったりとか、ファーストクライアントというのをご紹介いただけると、でそういう可能性があるということは、しっかりサポートに入っていきながらやっていくことが一つの鍵になってくるかなと思っていいまますす、はい、ありがとうござ藤井さん、何かた足すことはありますかね。 付け加えることとかいやもうほとんど <laughs> あの言われてしまったなというかまあ本当にあの同感だなというふうに思っていてまあ我々のえっと我々ももう意識的にやっぱりあのせっかくやっぱいい技術を持っているのでまああの解決さるするあのそのマーケット自体はですねやっぱあの世界的にあるわけなので。 まあ、あのその中で最初 D1 からグローバルちゃんと見て授業展開あの授業をあ,のあるいは組織を作っていきましょうっていうことはあのすごく意識していってますし、まあ、実はあのグローバルっていう言葉自体が危険だなっていうのは本当におっしゃる通りで、まあ、これ僕らその東南アジアにも投資をしているので東南アジアってひとりに 言うと本当に危ないなというか、やっぱ宗教も違えば、文化的なその背景も違えば、そこをこうその多様性を単純化してしまうと、非常に危険だなと思っているので、そのグローバルっていう言葉自体、ちょっと気をつけて扱わないといけないなというのが、僕も一つコメントとしてはあり,ますありがとうございます。なんか、プロダクトマーケットフィットならぬ、プロダクトローカルマーケットフィットみたいなものを、しっかりと大切にやっていかなきゃいけないなってことですかね。 日あの,今日あの会場には30名ほどいらっしゃってるんですけど、ライブでは200名ぐらい聞いていただいてますと。で、日本のスタートアップの方もかなり聞いていただいてます。まあ、スタートアップ、まあ、ハラートモローさんはずっとディープテックのコミュニティを形成されてきたわけですけど、投資家の紹介もされてるんですね。1600ぐらいですかね、投資家のリストを持っていて、公開をされたりしてます。ディープテックス、非常に資金調達、や難しい面もあります。で、日本だけじゃなくて、世界の投資家にどんどんコンタクトしたいっていうスタートアップさんも結構多くてですね。 えー、そういった中で、えーまあ、VC である藤井さんの目から見てです、ねえー、投資家に対してどういう感じでアプローチをしていけばいいのかとか、えー、例えば SARS だったら、こんなにマーケットが広がるよとか、えー、こんなにもかるよっていうか、まあ、投資家に対するリターンもあの追求、あの説得していくわけですよね。多分アプローチって、ティーク変わってくると思うんですけど、どういうピッチとかをされれば、どういうコンタクトをされれば、あ聞こうかなって気になりますかね。 ちょっとあえて逆のことを言うと、僕は基本一緒だと思っているんですよ。はい、これやっぱり東南アジアのスタートアップ、まあ、あるいはもちろんそのアメリカとかヨーロッパもあの見てますけども、のディープテックスタートアップと日本のディープテックスタートアップのもうピッチがやっぱり圧倒的に違うなというふうにあの思ってます。海外のディープテックスタートアップはきちんとそのマーケットを 示してきますし、ビジネス上どうなるんだっていう話も、やっぱセットで説明してきます。で、やはりその日本の、まあこれ、あのジェネライズするのも危ないんですけども、まあ、日本のその多くの d ィテックのスタートアップに陥る罠として、やっぱ技術がすごいんだと。で、この技術、あのもう絶対に世界で勝てるから、 必ずあの勝てるんだっってていううそこでで終わってしまうんですよね、うん、技術だけあってもあの失敗するスタートアップってもあの山ほどいるので、まあ、そこだけではなくきちんとマーケットはどうやって持っていくのかとかどういうチームを作っていくのかっていうのをちゃんとセットで、えー、やらないと、まあ、IT 業界とは違うから技術だけ説明してればいいんだっていう罠に落ちると非常に危ないなと個人的には思います。いいことですねあのじゃあもう普通のプログラムソリューションあって コンペジターあって,そういってあの、基本的なピッチをすべてやっぱり抑えなきゃいけないってことですかね。うん、ああなるほど、ありがとうございます。えー、リアルテックさん自身も、なんか最近1か月間ぐらいあのニュースが多くてですね、シンガポールに現地法人を設立されたんですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。で、アメリカの,あのブルーベアでしたっけ、ブルーベンベンチャーズってこ,、はい、これあのバークレー間周りのところですけど、はい、ここに LP の出身もされたりと、非常に積極的に海外展開を。 進められているなという気がしま,す、えーまあ、そのまあアメリカの方から聞きたいんですけど VC に LP 出資をした狙いっていうかですねどういったところでなぜ日本のスタートアップを北米に連れて行きたいのかそれともそれを利用して VC の知見を利用してアメリカの動きを知りたいのか、ま、ずど,どんなところねいがあるんですかね。<laughs> そうですねあの狙いはあのいくつかあっていや実はあのブルーベアさんもあのアノールズさんってあの、まあ、ハローとメモローの,あの日本の代表をやっている方もアドバイザーえあベンチャーパートナーについていて、えーまあ、ちょっと紹介が最初だったかちょっとあの出演し,してしまいました、ね、あの非常に密に連携を取りながらですね、えー、コミュニケーションを重ねてきたんですけども、まあ、我々がブルーベアに、えー、投資したあ戦略的な理由というのはいくつかあって一つ目はもちろんあのおっしゃる通り 日本のスタートアップを海外に連れていくときにその現地で信頼できるパートナーそしてそこの裏にある裏にいるさ、ね、まざまな投資家もいればパートナー VC さんもいればあそういうものをこう戦略的に作っていく関係性を作っていくっていうのも一つあります。でもう一つが、まあ、我々海外のスタートアップにも投資をしているのでそっち側を北米に持っていくっていう話ももちろんあります。で さらに次のグローバル展開をどうしていくのかっていう、まあ我々そこまでアメリカアグレッシブに攻めてるわけではないですけども、えー、まあやっぱり素晴らしいスタートアップというのはたくさんいますので、その次の一手として、えー、ま,あまずはその戦略的に非常にフィットするパートナーに LP 出資させていただいて、関係性を構築していくということをやらせていただいております。りとといす残りちょっと少ないんですけど会場の 時間が少ないんですけど会場の方から何か質問があれば受け付けたいと思うんですがいかがですか大丈夫ですかねせっかく会場に来ていただいたんだったら質問していただいた方がいいかなとは思ったんですけどいいですか事前にいただいている質問があってですねディプテック周りのスタートアップって大企業とやっぱり組むっていうのが結構定識だと思うんですけど、えー、知財戦略とかですね技術の保護の面で、はいはい、やっぱりスタートアップにとっては何て言うんですかね えー、本当に組んでいいのかなとか、ね、タイミングとかですね、はい、怖さってやっぱあるんですね。ど,すどのようなタイミングで組んでいくかとか、どのようにディスクローズしていくかとか、<laughs> どのように協業していくかとか、アバイスありますかケースバイケースですとしか言えないんですけど、はいあの、あえて言わせていただくと、多分あの、まあ、ベンチャーとしては情報をどれだけ出していいのって話です。で、例えば大手企業がなぜベンチャーと組みたいのかっていう、多分二2つに分けられると思います。1つがもう技術全部欲しい うん、でもう一つが、えっと一緒にやることで出るアプリケーションアウトプットが欲しい。でこの2パターン。で一つ、もう技術そのもの欲しいって言ったら、もうそれは組むべきではない。なぜな問われてしまうからで。それを言われてしまうんだったら、あのまエ、あ、M&A どうですかっていう逆転をするかですねで。アウトプットが、これじゃあそもそもどう分け見分けるのかというと、まあ、タイミングの話です。契約書と窓口とのコミュニケーションと、えーまあ タイミングではないんですけども、あのベンチャーのエコシステムの周りの VC だったりとか、ベンチャーさんに聞く、口コミで回っている話を聞く、この3つかなと思います。で、アプリケーションアウトプットを求める大企業さんとのベンチャーとの話し合いの中で、まあ、ホームから出てくる文章も確かに知財が独占されますみたいな、その子書いてあるんですけども、そういった企業さんは窓口の方としっかり交渉すると、社内で担当者がホームに掛け合って変えてくれるんですよ。でもなぜか、これアウトプットが欲しいから。 別に知財はどうでもいいんですよ。まあ、実は副次的かもしれないですけども。だから、そのコミュニケーションになっている窓口の方と一緒に話して、それを綿密にやっていく。で、これがしっかりとできるまでは情報を渡さないっていうのは、あの私はよく、あのまあ、アドバイスとしてはいろんなケースがあるんですけど、よく言ってるケースでございますと。で、これで結論、無理になったとしても大丈夫と言ってます。で、これなぜかっていうと、本当にアウトプットが欲しかったら、また次があるんですよ。だから、焦らない。うん。これが一つ。で、 2つ目があ、もうちょっと大きな話をすると、そもそもどんなものが、なんだろうな、えーと、機密情報に当たるのかっていう話なんですけども、例えばベンチャーがよくやりがちなのが、大企業に対して自分を知ってほしいからって言って、事業計画だとか、エクイティの今後の調達の見込みだとか、そういった情報を渡してしまうケースがあるんですよ。これ、実は提案の時に渡す必要がそもそもない。これなぜか。これ、大企業と提携するときに、企業がとして本当に求めている情報って、企業の課題の、まあ、明確化。 でそれに対するベンチャーのソリューションで、なぜそのソリューションが他社と比べて素晴らしいのか、なぜその人ができるのか、あとは価格、これぐらいの情報しかいらないです、本当は。で、ここ以外に事業計画とかエクイティの話とかって、本当はそもそも上げる必要がないんですよね。で、そこはベンチャーとしてしっかり覚えておくべき。で、ただあの例外と、まあ、例えばでも社内でちょっとよくわからないベンチャーだから、社内に通すために、ちょっとじなんか事業概要とか欲しいからちょうだいよという話はあると思うんですね。 でそれぐらいだったら、まあ、正直、あとはスピードの話で、大企業には、まあ、便ーに追いつけないっていったところで、そこまで技術じゃない事業概要の情報だったら、まあ、私もそこまでダメージは大きくないかなと、私は考えています。ただ、技術そのものの情報は、まあ、基本、あまり渡すべきではない。というような考え方の整理かなとは思ってます。ありがとうございます。ちょっともう少し聞きたいところなんですけど、時間が来てしまいました。<laughs> えー、せっかくなので、一言で。 締めていただこうかなと思うんですけど、一言めちゃくちゃ難しいですよね。日本のディープテックにの海外展開に必要なものを一言でください。はい、パッション。人材ですかね。人材ですね。はい、いや、さすが、いやそ、もうその通りだと思います。人ですね。はい、はい。ごめんなさい、最後に本当に一言言わせていただくと、ディープテックに一番足りてないのってビジネス人材なんですよ。うん、本当にあのビジネスで世界中で展開できるような。 技術じゃなくて、技術もわかるんだけども、セールスエンジニアみたいな方が渇望されてるので。ぜひ、そこは、皆様、ご協力お願いします。<laughs> ありがとうございます。あの、さっきから、あの、事務方が早く終われっていう顔してるんで、<laughs> そろそろ終わりたいと思います。あの、藤井さん、長坂さん、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃ、ございました。では、次のセッション、ハロートゥモローの概要に移りたいと思います。 ハロートモローはディープテック分野を代表するフランス機関であり、太陽光産業に関する白紙論文を執筆した後、ボストンコンサルティンググループでの経営コンサルティングに重視した経験を持つディラツール・アルナ博士を筆頭に、ディープテックの研究や企業、投資家などとのコラボレーションを支援しております。また、インタビューアーには、KNIC アライアンスプロモーターの 上村陽子様をお迎えいたします上村様はデジタルマーケティング業界で経験を経て国内最大級のものづくり支援スペース Dmm.MakeAkiba のコミ,コミュニティマネージャーとして参画し大手企業とスタートアップの協業支援 フランス政府主導の公的スタートアップ支援プログラムとの連携活動をするなどマルチにご活躍されています。それではどうぞお楽しみください。改めて上村です。よろしくお願いします。すみません、ここからですね、あの英語が苦手な私がずっとフランス語で会うのとお話をするんですが、えっとできるだけあの通訳でも何でもないんですけれども、頑張って日本語でもあの訳していきますのでよろしくお願いします。お招待。 Enchanté, bonjour. Enchanté, Oko. Je vais me présenter un, un, un petit cours. Euh, en... donc, euh, je suis promoteur de l'Alliance de, de, de donc euh, C'est une incubation publique de Deep Tech Startup. Et pareillement, euh, je suis dans un Deep Tech Startup de Space Tech qui utilise les satellites, des euh, de satellites. Euh, nous avons élu euh, les dernières années par Deep Tech Pioneer Project. Donc euh, voilà. Très honneur de vous rencontrer. C'était intéressant de, déjà depuis 2018 à vos projets. Hello, Tomorrow. Et j'avais pas mal de questions à vous demander aujourd'hui. Donc, euh, avec plaisir. <laughs> justement, je, je m'excuse tout d'abord que je dois traduire. Euh, temps en temps pour les audiences euh, donc des fois je vais vous couper un peu la, la parole euh, voilà donc euh, ne pas juger c'est vraiment bon <laughs> donc, euh, je vais commencer euh, donc euh, par quelques questions euh, donc euh, えと最初にちょっと質問を合うの,のに投げてみたいと思うんですけれども、Hello Tomorrow は NPO であのコミュニティをつっ、えー、と作っている、えー、とオーガナイゼーションなので、そこがすごく私は最初はユニークだなと思って、その辺をどうしてあのそういうふうに作ったかっていうのをちょっと聞いてみたいと思います。e レティ・ボトモチバションで、ボトディジア・デクレイ・ヘロ・トモロー、コミュニティとのコミ u ニティ u と p o ユニ n ク u s, <laughs> <S Donc, Euh, c'est-à-dire euh, très souvent on, euh, on pense euh, créer structurement euh, industriel euh, ou euh, institution de gouvernement. Euh, donc voilà, la première fois que j'ai entendu euh, que vous avez fait en, en communauté, et c'était très intéressant pour moi. Euh, voilà. Alors je, je pense qu'il y a, je dirais qu'il y a... Peut-être deux raisons. La première, c'est que... Euh, en fait, nous, moi, j moi et les autres fondateurs, on était chercheurs, donc on voyait que pour des chercheurs qui voulaient être entrepreneurs, c'était très difficile de le faire tout seul. Mmh. Euh, et ils avaient besoin, par exemple, de partager avec d'autres entrepreneurs plus expérimentés. Euh, ils avaient besoin aussi de trouver des investisseurs, euh, de trouver des clients, oui. mais il n'y avait pas. Oui il n'y avait pas d'écosystème qui existait pour la deep tech pour les chercheurs pour les entrepreneurs scientifiques comme euh, il en existait pour le digital donc c'est pour ça que on sentait qu'il y avait besoin de créer une communauté d'accord merci pour la première et y a deux buts a ruto いう風に言ってくださってるんで1つ目を訳すと

Surtout dans la deep tech, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a, de, il y a des, des, des évolutions technologiques qui sont très rapides. Et donc, euh, en fait, c'est impossible de dire euh, avec certitude quelle va être la technologie qui va euh, dominer, qui va devenir le standard. Et donc, par exemple, pour euh, un grand groupe, au lieu de faire seulement de la RD interne sur une technologie, ça va être plus efficace de de développer un écosystème, de, euh, de, de travailler de manière euh, légère avec plusieurs startups ou plusieurs autres industriels sur différentes technologies. Et au moment où on veut choisir, où on est,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  on est euh, confiant pour dire, OK, c'est ce, cette technologie sur laquelle je veux parier, là, c'est possible de racheter des startups ou, de, ou de, de faire ça en interne. Mais en tout cas, tant qu'il y a de l'incertitude, en fait, travailler en écosystème, un petit peu comme, comme des écosystèmes naturels, c'est plus efficace et plus résilient que de, de tout faire en interne de manière top down. D'accord, merci. Écosystème, c'est est très important. la deuxième C'est cest スタートアップをしていくとか、アプローチをしていくということよりとスタートアップ・エコシステム、ディプテック・エコシステム全体として盛り上げて、一緒にこう混ざり合うみたいなそういった形でやっていくことがあの大事だと思う。Merci beaucoup. Donc、それは、2、3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 、 Une des caractéristiques de, 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 de la deep tech et des, et des transformations liées à la deep tech, c'est que souvent, c'est euh, en fait à la convergence de différentes disciplines. Euh, et donc, le problème pour des pour des choses qui sont faites par des acteurs existants, c'est qu'il sont ils ont souvent des, il y a souvent des silos par par technologie, par secteur, etc. Euh, et du coup, c'est difficile euh, pour eux. De, de, de trouver des nouvelles solutions qui sont vraiment à l'intersection de différentes disciplines. Et donc, travailler en écosystème, c'est aussi une manière de faire ça, par exemple, dans la biologie de synthèse. C'est la rencontre entre la, la biotechnologie, euh, l'intelligence artificielle, euh, la robotique. Et donc, euh, c'est en travaillant en écosystème qu'on peut, voilà, qu peut réunir plusieurs acteurs. Euh, en attendant de peut-être créer des nouvelles disciplines qui sont qui seront utilisées pour créer des nouvelles divisions dans des grands groupes ou dans des gouvernements, etc. Mais euh, voilà, je pense que c'est la troisième raison. Euh. Ah d'accord. Donc euh, vous avez déjà euh, imaginé ce qui, ce qui va passer avec en mélangeant cet écosystème avec plusieurs acteurs et plus, plusieurs sujets, ça Oui, c'est que c'est -ce que, que en fait. Euh, les innovations les plus puissantes viennent de la, de la, de la convergence entre, euh, convergence entre mm. différentes disciplines. Et ça, c'est mm. plus facile de faire ça avec un écosystème que de faire ça euh, en interne, où il y a, des, il y a des, des silos qui sont très définis et qui sont difficiles à mélanger. Tout à fait d'accord, merci. Et troisième chose, c'est que le Deep Tech. l'écosystème. を、まあ、あの作るというのは、えっとまあ、AI にしろ、ロボティクスにしろ、バイオ系のカテゴリーにしろ、それぞれの,こう、まあ、あの新しいそのディープテックの産業に入っていく、えっと、産業にこうフィットしていくような形をやっている間に、また別の,そのカテゴリーのところも動いているので、えっとノ、イノベーションというのはそれがどんどん新結合していくこと、だから、えっと、新結合を早めるためにもエコシステムのが大事だというのを、まあ、あの分かったと。 Merci beaucoup. Euh, pour la deuxième question, euh, euh, donc je reviens un peu pour le sujet sur le Japon. Donc, euh, euh, quelles sont vos attentes pour euh, le domaine de Deep Tech au Japon euh, Par exemple, euh, investissement euh, ou euh, te, euh, quelques euh, typiquement, sujets de technologie ou collaboration université, etc ce que vous pensez pour me partager. Oui, bien sûr. Alors, je pense que les, les dimensions, il y a des dimensions importantes qui sont vraies pour n'importe quel pays, n'importe quel euh, écosystème. Et euh, donc, je, je viens de parler de, de, de réseau, mais voilà, je... Donc Je le répète, je pense que c'est important de créer des réseaux qui, qui, qui dépassent les secteurs traditionnels. Ça, c'est une chose. En plus, ensuite, je pense que la deuxième chose qui est importante, c'est aussi euh, changer l'approche au risque. Parce que euh, essayer de réduire le risque au maximum, c'est bien pour euh, gérer un pays ou une entreprise mature qui doit protéger son, son business model et le rendre plus efficace. Par contre, euh, réduire le risque au maximum, c'est contre-productif pour, pour, pour imaginer de nouvelles solutions et les tester. Et donc, euh, il faut réussir à, 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 avoir, à changer l'approche du risque, à, à encourager des prises de risque raisonnées pour ensuite, euh, de manière agile, réussir à, à réduire le risque en expérimentant. Euh, donc, ça, c'est la, la deuxième chose, l'approche la, du risque. Ensuite, pour l'investissement,

視点や、えーまあ、カテゴリーのネットワークは、えー、一つの国だけではなくたくさんの国とつながっていくことも、まあ、彼の先ほどの話にも多分、えーえー、同じく関わっていてたくさんのこう新結合が起き,る起きやすい状態にするというそのネットワークのつながりというのは大事です。Merci? Oui? Vous pouvez continuer? Merci.、Oui. Alors ensuite, un écosystème qui fonctionne bien, c'est、euh, des, des technologies, bien sûr, qui sortent des universités, mais Euh, là, moi, je, je pense qu'il n'y a pas de problème euh, au Japon. Il y a beaucoup de bonnes universités. Euh, ensuite, c'est des talents qui, qui vont, euh, des talents, des, des entrepreneurs qui ont de l'expérience pour créer des, des startups. Donc là, peut-être qu'il y en a moins. Euh, c'est aussi des investisseurs qui vont pouvoir financer les, les startups, et c'est particulièrement difficile euh, tout au début. Euh, donc après euh, les financements de la recherche, mais avant que des investisseurs traditionnels s'intéressent aux, aux startups, puisqu'elles sont encore trop petites et trop risquées. Et puis, euh, l'autre moment de l'investissement qui, qui est difficile en général dans les écosystèmes, c'est euh, vraiment pour, pour passer à l'échelle et investir plusieurs centaines de, de, de millions de, de dollars, par exemple. Un, autre, un, un troisième élément qui est important dans les écosystèmes, c'est aussi euh, les, les, la, la capacité à faire des exits. Donc, soit des entrées en bourse, Capacité de... soit de faire des, des exits. Donc, en gros, c'est quand une start-up se fait soit racheter par un, un grand groupe industriel, soit qu'elle mmh. elle, elle, elle devient publique, donc elle, elle rentre en bourse. Et donc, ça, ça ça, ça ça crée le dynamisme de, de tout l'écosystème. Et puis, et puis, il y a aussi les, bah, les talents, en fait. Tous les, tous les talents, pas forcément juste les, fondats, les créateurs de start-up, mais euh, toutes les personnes qui vont euh, euh, travailler sur la propriété intellectuelle, le développement de produits, le business development. Donc, euh, et, et, et c'est important que ces talents aussi soient euh, en fait, soient intéressés par les startups et donc qu'il y ait pas mal de mobilité entre des grands groupes et des startups, par exemple. D'accord. Oh, merci. Autres attentes, investissement, y a de l'investissement. えっとまあ、投資に関してもさまざまなところからやっぱり出入りしていくっていうところが必要っていう部分とあと大きい会社大企業とあのにこう技術を、まあ、あの使ってもらったりとか、えっと、大企業のアセットを、まあ、あの渡していくっていうこの混ざり合いもすごく必要でっていうことが、まあ、ざっくりと言うとそのような話でした。えく <laughs> やっぱアセットのグジ Pardon, je voulais, je voulais aussi parce que euh, oui. je, il y a quelque chose aussi de, de, de très important parce que euh, mm. en fait, c'est très long de créer, euh, d'avoir de euh, des talents qui ont créé une start-up, euh, qui ont ensuite euh, soit réussi, soit raté, qui en fassent une autre, qu'il y ait des investisseurs qui se créent, qui, qui, qui lèvent des fonds, etc. Donc, euh, ça, peut mettre, euh, voilà, ça peut mettre 10, 15, 20 ans. Euh, mm. Donc pour aller plus vite, c'est très important aussi de s'ouvrir sur l'international euh, pour, par exemple, euh, faire venir de l'étranger des entrepreneurs expérimentés, euh, mm. accueillir des investisseurs étrangers qui puissent financer mm. des startups japonaises, par exemple, si jamais il n'y a pas encore les investisseurs qui, qui ont les moyens et, et l'expertise pour le faire, euh, faire venir aussi des, des talents. Euh, et, et, et ce qu'on constate, c'est que dans pas mal de pays, en plus avec les histoires de souveraineté technologique, il y a souvent une tentation de, de rester renfermé sur son pays, de protéger les technologies, de protéger les startups. Mais en fait, c'est contre-productif parce que souvent, le risque est plus important de voir des startups qui, qui, qui disparaissent et qui meurent plutôt qu'elles qu partent à l'étranger parce qu'il y a des investisseurs étrangers. Donc, c est, c est, je pense que c'est une, voilà, une, une recommandation importante, c'est de, euh, pour, pour, pour accélérer la structuration de l'écosystème japonais, c'est de, de s'ouvrir plus sur l'étranger euh, dans les deux sens, d'envoyer des personnes à l'étranger et puis inversement, d'accueillir de, des, des investisseurs ou des talents ou des entrepreneurs étrangers au Japon. Tout à fait d'accord. もう少しこう海外とやっぱつながっていくのをやっぱり期待しているというのがあって、そのやっぱり理由としても10年、20年ぐらいこう今まで技術、新しい技術がこう社会実装していくのに時間がかかっていたところ、やはりその投資できるところとか助けられるところがどんどんこうつながっていくことを早くしていく必要があるので、日本の国内でそれができないことがあるのであれば、 海外の、えっと、起業家だったりとか投資とかか投資そういったものがとにかくで入りすることがあもっとあ,のあるといいんじゃないかなというふうな話をしていました。ありがとうございます。Merci beaucoup。私は本にありがとうございます。私はありがとうございます。 ouverte pour, pour, pour l'anglais la, langage comme il, il doit lire la thèse. Donc voilà. Et donc pour la, pour, pour, pour la dernière question, en fait, ce n'est pas la dernière question, mais pour finir, comme il n'y a pas assez de temps, donc est-ce que vous pouvez me donner un peu les messages pour les startups japonaises Vous avez déjà dit un peu déjà, mais si jamais encore une fois un startup japonais et, de, et uh, aussi deep tech, euh, les acteurs de deep tech euh, de japonais, l'écosystème japonais Oui. Alors, je pense que la première chose, c'est la conséquence de ce que je viens de dire avant, c'est euh, de ne pas rester euh, seulement dans leur région ou dans, ou dans leur pays, mais euh, de voir plus grand, de voir euh, à l'échelle mondiale. Et c'est un problème qu'on constate en France aussi, c'est que pour des pays de taille moyenne, en fait, on, a, on, a, on peut avoir l'impression que pour, pour, pour survivre ou pour avoir un, un business qui, qui fonctionne, on peut rester dans son pays quelques années et puis après, il sera temps d'aller voir à l'étranger pour continuer à croître. Et ça, c'est une erreur parce que euh, si on ne voit pas dès le début, euh, on ne pense pas dès le début euh, global, international, c'est très difficile après de changer la culture. De, de ne serait-ce que faire en sorte que les gens parlent anglais dans l'équipe, ou de changer peut-être les produits pour qu'ils soient certifiés. Enfin, donc c'est vraiment que ce soit des, des investisseurs, des, des entrepreneurs ou des accélérateurs, c'est vraiment voir, voilà, voir mondial. Parce qu'il y a des petits pays comme Singapour ou Israël qui, dès le début, ils pensent mondial en fait, parce qu'ils sont trop petits. Il euh, y a des grands comme peut-être la Chine ou les États-Unis, où effectivement, ils peuvent devenir un, un géant. Dans leur pays domestique, mais pour des pays comme la France ou le Japon, il y a, il y a cette tentation, mais qui est, est malsaine, et donc il faut faire attention à se forcer à voir international dès le début. D'accord, merci beaucoup. Ça, je vais vous montrer. Il y a un message de la détech de la et il y a un message de la détech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  de de la détech de la 彼が言ってたのは、えっと、よくありがちなあの、まず自分の国でちょっと始めてみますとで、あとあと海外に行きますというパターンがありますと、これは僕はマジでおすすめをしませんというほど話をしていました。でというのは、なぜかとやっぱりその最初に自分たちの,あの国でこうフィットさせてしまうと、その世界に出てたときに、あのそ,のそこでこう培ったいろいろと、まああのまあ、システムというか、その辺がこう簡単にフィットはしなくなっていったりとか、まあ、あのいろいろとこう難しい部分。 で最初からですね、最初からその世界を見据えたあの戦略とか、そういったことを考えていった方がえっが、と、いろいろ動きやすいですよというアドバイスでした。 シンガポールとか他のいろんな国の事例も出されていましたけれども、フランスや日本などの中くらいの国、すごく小さすぎて、外に出ないと、まずそもそもビジネスができないという国ではなくて、中くらいの国にとっては、ちょっとそのがあが微妙なところで、自分の国から始めがちなんですが、やはりその世界に先に開けておいた方がいいですというお話でした。 Merci beaucoup. Euh, oh non, euh, excuse, excusez-moi, il n'y avait pas assez de temps. <laughs> mais non, mais la la, la dernière chose. De... <laughs> la, je, je, juste la dernière chose, oui, oui. c'était que je voulais, oui, oui. je voulais dire aussi, surtout aux entrepreneurs, que oui. euh, qu'ils ne sont pas seuls. Que on, moi, je, je sais en tant qu'entrepreneur aussi qu'il y a des moments très difficiles, euh, des moments euh, super. Et, et pour pas, partager les moments super, mais encore plus les moments difficiles. Euh, voilà, nous, on a créé une communauté, un réseau.

日系スタートアップ向けコンテストであるハロートモロージャパンチャレンジの昨年の受賞者、NU プロテイン株式会社代表取締役の南正孝様、サイリンクスプロジェクトリーダーの竹内正樹様のお二方にお越しいただいております。また、コンテストの主催者であるハロートモロージャパンからは、プロジェクトリーダーのデシャン・リアンさんにご登壇いただき、モデレーターは引き続き、タルタニが務めます。 後半ではお時間の許す限りライブでの質問を受け付けたいと思います。オンライン参加の皆様は YouTube チャットにてご質問ください。会場の皆様はタルタニから振らせていただきます。それではどうぞお楽しみください。ありがとうございます、えーと。再びタルタニです。よろしくお願いします。今日はですね、あの南さんと武井さん、お二人に来ていただきましたと、えー、ハロートモロジャパンチャレンジ、ハロートモロチャレンジってやってるんですけど、まあ、そこに実際に受かったお二人。 に来ていいいたただととうことですあまずはですねあの、自己紹介と実際にやられている企業の概要を南さんからいただいてもよろしいですか。NU プロテイン株式会社というのを2016年に創業した、あのえー、今代表取締役をやっている、えー、南と申します。自己紹介的に言いますとですね、あのそれ以前は実は名古屋大学の中での、いわゆる URA、産学連携の任意を。 になっててましてその中であのうちの会社の今のコア技術である、まあ、タンパク質を安く作るというような技術はいいんじゃないかと思って、まあ、あの起業したというような形です。こちらにおられる JTORO の,ジェトロの,あのタルタニさんとかにはあの起業直後ぐらいにですね実はあのサンフランシスコに研修に行かせていただいたりですねでジェトロさんではあの、えっと。バイオ系の展示会にあの えー、ジャパンのブースとか出店いただいてです、ね、そこであのいろいろ、えー、海外企業とのお取引関係ができたりです、ね、ものすごくお世話になっているところです。で、まああの、そういう経緯もあって、うん、ハロートゥモロ o は2017年に1回目、実は申請してですね。でそのの時からの 非常にいい活動なんで、またあの雪辱戦的にやりたいなということで、実は昨年、名古屋のピッチ大会というのがあって、まあ、そこから大体1年かけて、日本大会、アジアパシフィック大会、それからあのグローバルチャレンジのパリの本戦という4段階ぐらいは来て、幸い、最終的にあの工業培養部門というので、 優勝させせていいいいたたたただととととううこでですすすちょっと長くなりりまままししけどすいませんなしたありがとうございますもう本当、D1 から世界を目指されてましたもんね、みなみさん。ずっと最初から、世界だ、世界だとおっしゃってたんで、非常に印象深かったなと思います。これ、ハローとものの CEO さんの方が言ってることと、まさに同じで、D1 から目指すって非常に大切なことだったと思います。それが優勝につながったんじゃないかと思いますけど。えっ、ー、と、武井さんはいかがですか。はい、えっ、ー、と、皆さん、こんにちは。 私は、えー、サイリンクスというプロジェクトのリーダーをしてます竹内樹ですインベスターで2日目3日目のサミットの展示を私たちのプロジェクトではあのさせていただいたんですけれどもまずインベスターででの印象は本当に100社を超える投資会社の皆さんがこうずらっとこう面談できるという、まあ、ものすごいこう貴重な機会だなっていうふうに思ったんですけど、まあ、思ったのはやはりこう でしょう私の場合、まあ、まだ起業してなかったりとか、まあ、事業計画とかもそういうあの中の部分もあの他の会企業にむ比べたらやはりこうどうしても劣ってしまうところがあったので最初の時点でこう申し込みを、まあ、最初その面接前にこう申請をするんですけどその時点では全然こう見向きもされなかったので、まあ、何をしたかっていうとそのインターバルの間で申請して通ったら、えー、30分ごとに。 こうまああの各投資会社とこうメンタリングを受けれるんですけどだいたい20分から25分で終わるんですね要は5分休憩時間があるのでそこを狙って攻めて攻めてというかまああの面談しに行ってそれで結果10社の,あの投資会社と話ができたとでそういうふうにやっぱりこう自分から行く力というかただこう待ってるんじゃなくてえと自分からガンガン会社に話しかけていく勇気が大事なんだなというのを学びました。 ありがとうございます南さんもですね、あのジャパンチャレンジ、長い道のりだったと思うんですけど、名古屋から日本に行って、そこからシンガポールに行って、そこでも優勝してパリに行かれて、そしてパリでもピッチされてで、工業部門で優勝されたという形だったと思うんですけど、実際にそれによる効果っていうか、ですね PR 効果とかマーケティング効果とか、やっぱり優勝されたら、結構いろんなところがコンタクトがあると思うんですけど、いかがでしたでしょうか。 直接的には、例えばあの、えーと、いろんな非常に有名なあの大企業さんと NDA を締結して、まあ、あの取引のお話をしているようなところが、実は2社ほどできています。ビジネス的なお話に加えて、ですねやはりあの先ほど、アノードも言ってましたけど、ネットワークというか、ご縁を。 いろんなところでいただいたなというのが非常に貴重な体験です。例えばあの12月の1日2日にあのグローバルチャレンジであのっぱに似てるんですけどそのその中であのロレアルさんがですねものすごく大きなブースを持ってあのオープンイノベーション部の方がパートナー探索をやられてると。 その時はあまり注力はしてなかったんですけども、結果的にあの、翌年の1月になって、ですねあのロレアラルさんから賞をいただいて、でまあ、これは公開されてるんで、申し上げると、あの現在、共同研究に向けて、ですねいろいろ検討いただいてるというような、それがあの一例なんですけども、他にも何件かあって、例えばシンガポールでは、シンガポールの企業が実はパリに来てて、で 今、我々の会社からちょっとまあ製品のサンプルを何回かお出しして、それで評価いただいていると思います。まだ,まだあのその具体的なビジネスにはなってないんですけれども、あの発展途上ということですね。まあ、今後にご期待いただきたいという件が何件か出てきています。ということで、まあ、あの弊社としては非常にあの実りの多い、個人的にも いいいいいろんなごごをたただとととううこでがありざいますあのフランスってやっぱりオープンイノベーションがすごい盛んで大企業のオープンイノベーション部門っていうのがスタートアップとどんどん組んでいくっていうのをよく聞きますよね。あのビバテコもないでこかねありますし、えー、そういった中で、えー、南さん日本の企業さんともいろいろやられていると思うんですけど、えーまあ、フランスだけじゃなくて海外の企業との協業 においてまあ、スピードとかですね、そういったものの違いとかって感じられましたか、スタートアップの方とのやり取りはものすごく早いです。で、海外でもやはりあの実は大企業の方はそんなにあの私も実はあの前々職あの、大企業にいたんでよくわかるんですけども <laughs> あの、そんなに変わらないなとは思ってます。ただあのやはり、えっと、先ほどあのソルベの 方も言ってはりましたけども大企業的には、えー、と海外の大企業的にはですねものすごくあの IP、ですね資材を重視されてるのがちょっと日本とは違うかなという気はしますね。で、あのー、VC さんとかもですねスタートアップの IP を直接見るのは避けてコンサル会社に。 チェックさせるとかですねそれぐらいちょっと IP に関しての,あのポジションが違うのとあのバリアトゥエントリーという言い方をするんですけどもそれぐらいですねあの重視されてますねですであので今回の,あの、えー、シンガポール以降パリとかのピッチでもそこをちょっと前面に出してですね当社が持ってる資材はこんなんですよということを まあ、アピールしたのがなるほどなるほどそういったことが大切だなということですね、はい、今回あの南さん竹内さん2社に来ていただきましたけどもう1社あのウォーターデザインという会社が同じように賞を受賞されて、えー、フランスの企業と b o c を始められたりされてますと、うん、でこの3社を選ばれた理由っていうかですねなんか基準みたいなどういうところを見て選んでるのかっていうのがもし えー、公開できるところがあれば教えてほしいんですけど、<laughs> セレクションクライテリアです、ね、はい、あのー、セレクションがまあなんか厳しいとは思うんですけど、でもなんか一番あの大切なあのー、クライテリアがまあもちろん技術なんですけれども、あの例えばえっと南さんのえっと技術がすごく新たな技術で、だからあのー、そのあ。 えっと、将来的にこの技術は、えっと、なんかスケールレベルだと思うので竹内さんの,あの技術はディスラプティブはもちろんなんですけど心とインパクトもあのそれが2番目の,あのクラテリアなんですけれどもインパクトがた大きいだからた高いインパクトだから、えっと、将来的にその,あの技術がスケールレベルになったら竹内さんの場合はたくさん えっと、患者さんが手伝えるあの技術です。だらそれがあの2つのクラテリアだ。技術は、えっとまあ、一番大切なんですけど、2つ目は、えっとまあ、インパクトです。ありがとうございますあの。まさにディープテックの定義ですよね。世の中の生活をいかに大きく変えているかとか、えー、世界にある大きな課題をどうやって解決しているかということを。 そういったことが、まあ、クライディアのとて大切だということを理解しました。えー、3社であの選ばれましたけど、どれぐらい募集あったんですかねで、今年はどれぐらい募集があると見込んでますかえっと、今年はま,あまだ内緒なんですけど、ごめんなさい。<laughs> えっと、まあ、去年は、えっと、だいぶ60社が応募してくれたんですけれども、えっと、その、えっと、60社の中で、えっと、12社、 を、えっと、選択して、で、えっと、ファイナリストとして、ハルトモロジャパンチャレンジでピッチしてくれたんですけれども、でその、えっと、受任者は、えっと、3社を選びました。 ありがとうございます。ピッチはもちろん英語で。英語で、えー、はい、れいね、それがまあ、<laughs> それが、あの、なんか、ハロトモロはグローバルネットワークだから、あのもし、えっと、ジャパンチャレンジを優勝されたら、えっと、まあ、アパックまたは、あの、グローバルサミットで、えっと、ピッチのチャンスがあるので、えっと、まあ、その国は、まあ、もちろん日本語が、まあ、<laughs> できないので、えっと、英語で、えっと、ピッチするのは、まあ、必須な、あのことです。 ありがとうございます、えー、さん英語でピッチをされるっていうのは経験が終わりですぐにもうできた感じですかねもしくはすごく練習されたとかもし、えー、応募に対してこ今回お応募されたりスタッフに対して何かアドバイスがあればとそうですね経験はあって何回か、あのー、発表も英語でしたことはあったんですけどそうですねやはり練習は毎回すごいしますね。あのー ただこう発表をするだけじゃなくてあの時間とかあとはまあどういう人たちにが審査に来そうかとかでどういう質問が来てどう答えるかみたいなところも含めて1日だけじゃなくてこうまあ連続で1週間ぐらいかけて練習して本番にいつも臨んでます。 実際、その、まあ、メンター審査員の方ってどんな方がいらっしゃって、どんなフィードバックを受けられたんですかそうですね、えー、と ?VC の方が、まあ、今回は多かったかなっていう印象なんですけども、まあ、やはり、えー、と実際に、まあ、今回のまあ副賞として、そのまあ航空券、あのパリへの航空券でまあグローバルサミットにまあいわゆるこう出場できるっていう権利だったので、まあ、サミットに でまあ、何をあのアピールしたいですかとか、まあ、まあ,あとはあの事業的な質問だと、まあ、どういうふうにこうビジネスにつなげていきますか、まあ、何年以内にえ事業化、まあ、私の場合は法人化してなかったので、法人化して、まあ、どういうえプランを立てて、まあ、製品化までつなげますかというような、まあ、結構あの実務的な質問が多かったイメージですありがとうございます。南さんいかかがですかそうですすそうねあのー サゼッションというのは大げさでかもわからないですけどあのえっといろいろそのこうしたらいい例えばあのテンプレートスライド10枚、えー、インパクトとかあのいろいろあるというのを、えっと、一旦全部なん,なんとなくあのえっと保護にして自分が一番言いたいことをコアになんかストーリーを。 組み立ててそれであの先ほどどなたか言ってましたけどあの技術、まあ、経験上ですねあの技,技術のこと言ってもなかなか理解されないんで技術はほんの少しちょっとだけ言ってあとはあのこ,のこれが実現できたらこうなりますの方をあの重点的にですねえっと言うと。であの 正直あの英語で言うことについての、なんだろうな、えっと、負荷っていうか、あの重みはあんまりないし、あの審査員の方もですね、いろんな民族のいろんな英語の名前を持った方を聞いてるんで。 あの、そん、そんなに、あの、ピッチ自体は問題ないと思いますね。ただ、あの、やり取り、質問とか、質疑応答があるので、そこは、あの。えー、詳細わからなかったらですね、ちゃんと、あの、聞いて、それに対して。下手ながらでも、答えると、いうのが、あの、重要かなと思います、ね。ありがとうございます。実際に、その、ピッチの映像って、今でも見れるんですか。 <laughs> あのまあ YouTube で見れると思いますけど初めて英語でピッチをあのお二人とものピッチを聞いてから今まですごくあの進歩ができたのであの例えば竹内さんがあのこういう写真を見ると、えっと、それがあのジャパンチャレンジの時なんか竹内さんの英語があの、まあ、できたんですけど あまり自然ではなかったんですが、今はあの英語で喋ってるとすごく良くなってきたから <laughs> 私もあのびっくりしてグローバルになりたかったら、まあ、もちろん英語の能力が必要で、ハルトモロのジャパンチャレンジはあの、まあ、必ず英語を学ばないといけなくて。<laughs> ありがとうございます。あの竹内さんもアプライされたとき法人前だ構えだったっていうことなんですけど、その クライテリアっていうかあーどなたでもどのステージでも参加できるようになってるんですかねじゃあ、えっと、対象者は、まああのまあ、誰でも参加できるんですけど、この、えっと、5つのクラテリオンがあの、まあ、ちょっと <laughs> 必要だと思うんですけど、1番目はあの、まあ、開発の、えっと、初期、えっと、段階。 ということで、まああの、スタートアップが、エー,リーステージのスタートアップだけがあの参加できるということですあの。もしファンディングができたら、まあ、シードかシードまでが大丈夫と思うんですけど、その後は、まあ、あの他のピッチコンテストがもと、まあ、対応かと思って、で、2番目は、まあ、あのディスラプティブテクノロジーというあの技術、アイデア、 あのなんかそのプロジェクトが、まあ、ディスラクティブテクノロジーも必要です。でそして、まだ派遣されていないもの。でそして、チームがとても大切。チームがまああの1つのクラテリアなんですけど、最低は2人で <laughs> 2人のチームで。であとは、あの会社の部分の,あのなんかスタートアップではないことです。はい 申し込み方法をちょっと話したいと思うんですけれども、大丈夫ですか、はい、と申し込み方法はあのまだ、えっと、スタートアップを募集しているんですけれども、まあ、こちらのウェブサイト、または、えっと、この QR コードをスキャンしてもらえば、募集のプラットフォームになって、でその,あの募集期間なんですけど、あのこ 今月の,あの月末まで、あの30日までに、えーとまあ、必ず応募してください。であとは、報、え、酬、ー、締め切りの日から、えー、と8月末に、えー、とちょっとエヴァリュエーションの時間なんですけれども。ということで、ああののなんかあのハルトモロジャーパンのあのジャッジ、あの大手企業 えっと BC さんとかが応募してくれたスタートアップを一回、えっと、審査して4月末に各スタートアップを一回連絡して、えっとまあ、ファイナリストを選択したら9月の、えっとえっと、13日 <laughs> にジャパンタレンジのファイナリストとして、えっと、ピーチしてくれるということです。であとはあの、まあ、利益が、まあ、たくさんあるんですけれども一番利益はあの まあ、南さんが言ってくれたんですけど、あのファイナえっと、グローバルサミットまで、えっと、ファイナリストとしてできるということで、あのもし優勝したらアパックの、えっとえっと、ハロトモローの,あのアパックチャレンジも優勝したらファイナリストとしてグローバルサミットまで行けるということです。でこ今年はまあ初めてなんですけど、南さんはあの全てを予習してであのトラック、グローバルサミットのトラック 一つもえと優勝えとし,たしたんですかね。えと何となクでしたっけ <laughs> そうなんですね。インドストリーバイオアニューマテリアル。えとそれが、まあ、初めてえと日本のスタートアップ企業がえとそこまでできるということです。素晴らしいですね。それではちょっとそろそろ時間になってきましたので、あの会場からもしご質問があれば、一、えー、つか二つ受け付けたいと思うんですが、いかがですかはい、どうぞ。 貴重なお話いいただきありがとうございますお二人にぜひお伺いしたいことがありまして、ピッチをする、ハロートモローチャレンジでピッチをするというふうになったときに、始める前と始めた後で意識の違いというのをお伺いしたくて、というのもピッチというのは、なんか自分自身の技術であったり、強みを売り込んでいくということだと思うんですけど、やはり始める前と始める後で、どのようにその強みのアピールの仕方であったり、その話し方の違いであったり、 あの意識のの違いいいいいいいとうをおお伺ししたたな思まますす願始める前後というよりも実はあの日本と海外は全然違うなと思うあの自分の中で意識切り替えましたで、えっと日本的に言えば割と定型のフォーマットみたいなのがあってですねそれに従って審査がしやすいように言うと。 僕はあのシンガアジアパシフィックとパリのグローバルチャレンジはあのテッドトークってご存知ですかねあちら式ですですんであのスライドはほとんど使わずに、まあ、あの5分あれば23枚であとはもうあの自分のストーリーみたいな語り部的にですね喋るというようなですね前と後ろというよりも全然スタイルが違うんですよ だからあのジャパンの後は、そういうふうにちょっとガラッと変えないといけないと、テッドを見,見張るのは、非常にに参考になりますそう,そうですね、今の南さんのお話が主かなと思うんですが本当にスタイルというか、あのやっぱりあの日本は右に習いで、みんな同じですけど、海外はみんな違う、個人をまあ重視するというか。まあ 自分たちのやってることを重視する。で、南さんが参加されたあの最後のトラックも確か制限時間が1分とかなんですけど1チームだけ10秒で終わったところがあって本当にメッセージをトンと伝えて終わったってでも僕すごいそれが印象に残っててあやっぱなんかそのみんな1分とかじゃなくてちゃんとそういうところでもなんかこうアピールしていけるのはいいのかなっていうような気がしましたなんか意識というか自分をまあ自分たちのやってることをどうアピールするかっていうところかなと思いました。 あ、それでは、あのー、南さん、竹けさん、あり,ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。お二人ご参加の皆様、機材の不具合により、ご登壇者様を投影できず、大変申し訳ございませんでした。それでは、最後に、ハロートモロージャパンのプロジェクトリーダーの。デシャンディアンさんより、閉会のご挨拶をさせていただきます。 ありがとうございます。今日、みんな、まあ、時間を作っていただいて、本当にありがとうございました。今日は、あの、まあ、えっと、ジェトロと、あの、開催イベントを、まあ、本当に、あの、楽しかったです。<laughs> で、あの、まあ、本当に、えっと、加藤さんを、えっと、本当に拍手してください。<laughs> <laughs> えっと、加藤さんがいなかったら、そのイベントができないと思いますね、一人で。で、あの、まあ、このイベントは、ま、もちろん、あの、まあ、大手企業向けだけではなく、あの、スタートアップと BC とかが、あの、 まあえっと、ジープテックのエコシステムの,あのとても大切なキーケと思うので日本のエコシステムがとても小さいとあの海外との,あの連携があまりなくてあの今回はハルトモロジャパンがジュ、えっとまあ、トロと共、えっともにこのエコシステムをグローバルになってほしいなと思ったのでこのイベントを、まあ、開催しましたで、えーっとまあ、今回の,あの B.C. が、えっと、とても、まあ、興味深い、えっと、ディテクパノラマを、えっと、作っていただいて、まあ、誠に、はい、感謝します、えっとまあ。もし興味があれば、まあ、もちろん、Jetro のウェブサイト、または h a ハル t o m o r パ o j a p a n と h a トモ t o m o r o のウェブサイトを、まあ、ぜひご覧ください。閉会の言葉は以上です。<laughs> ありがとうございました。以上をもちまして、本日のセミナーを終了いたします。 もしよろしければ明日以降にお送りいたしますサンクスメールに記載のアンケートにご協力をお願いいたします今後の参考にさせていただきます改めまして本日はご参加くださり誠にありがとうございました